された V の力。暗黒武術界決勝戦、辛くもカラスを倒した裏飯チームは決勝戦第2試合へと駒を進めた。よし、今度は俺が行く。よし、光電は弾んでやるぞ。てめえ、縁起でもねえこと言うんじゃねえ、このおしゃぶり野郎が。てめえ、何笑ってやがる。今のうちにこの世に思い残すことのないようにせいぜい楽しんでおくんだな。貴様らの行く先には地獄への道が口を開けて待っているだけだからな。何だと？言わせておけ。地獄に落ちるのは奴らの方だ。さて、いずれ死ぬにしてもやはり俺が直接手を下した方が気分がいい。誰に最初の犠牲者になってもらうか。なんだ V、 お前が行くというのか。珍しいな、お前が積極的になると。いいだろう、せいぜい死の恐怖を味わわせてこい。死の恐怖だと？笑わせる。死ぬのは貴様らだ。いつでもいいぜ。決着をつけてやる。容器も通っていない鉄くずがこの俺に通用すると思っているのか。俺をあんまり舐めるなら後悔することになるぜ。
やれ。俺がかつてトムノと戦って敗れた時、俺にはまだ強くなる可能性があった。再びトムノと戦うことを糧に俺は自分の限界まで強くなった。だがトムノはさらに強くなっていた。逆に力の差は圧倒的に開いていたのだ。そしてお前にも完全に負けた。もはや生きる意味もない。生きて帰れると思うなよ。死にたきゃ勝手に死ね。俺は指図されるのが嫌いでな。お互いに全力を尽くし、辛くも勝利をものにした恨めしチーム。だが戦いはまだ終わりではない。暗黒武術界もいよいよ大詰めだな。残りは戸黒兄弟の二人だけ。戸黒兄、あの野郎の勘に触る笑い声、ちっ、いい加減ムカついてきたぜ。貴様、生きて帰れると思うなよ。この俺を怒らせた罪は大きい。次回、戸黒兄の不気味な影、死んで罪を償え。